回はこんな感じの大人っぽい雰囲気が作れるディナーメイク紹介していきたいと思います。まずはパックしていきます。うん、しっかりとなじませたら精製水で余分な分を拭き取っていきます。よれの原因になるのでね、こういうしっとり系のものを塗った後はメイク前は拭き取るようにしてます。日焼け止め塗って、今回は少し肌を白く見せたいのでトーンアップ下地を使っていきます。今回も左側だけちょっとだけ幅を広げていきます。絶対崩したくない日は ST ローダーのファンで使ってます。パウダーでしっかり固めます。ノーズシャドウはいつものようにやりながら、メリハリをつけるために小鼻と人中は濃いめに入れていきます。気合い入れる日の眉毛は割とキリッとさせたいので、ブラシとパウダーで仕上げていきます。今回は大人っぽく見せたかったのでアーチ眉毛にしてみました。そしたら眉ライナーで眉尻を中心に一本一本付け足していきます。しっかりぼかします。眉マスカラを塗って眉毛コートも塗る。シャンパンカラーのハイライト塗って、頬骨と目の下と小鼻のところと鼻根のところにこれを入れていきます。うん、いい感じのツヤ。ただこれを逆 C に入れてアイベースしっかり塗って、今回はお洋服がブラウンなのでブラウン系のシャドウを塗っていきたいと思います。この色アイホール全体に、この色外側から二重幅、この色目頭3分の1あたりまで。下まぶたは揺れやすいので粉が固めのバックステージアイパレットで仕上げていきます。こことこことこことって、目頭から黒目下までは際を埋めるようにして、目尻3分の1あたりからちょっとずらして最後に内側をぼかします。今回はあまり三角シャドウを下げすぎないようにして大人っぽい雰囲気を作っていきます。イメージはかまぼこ型っていうよりはひし形になるように仕上げていきます。涙袋も黒目下が一番低くなるように描きます。コンシーラーで少しだけ明るくしてゴールド系のラメで色をつけていきます。特に奥目さんは涙袋を真っ白にするよりちょっと色を入れることで、こう奥目をねさらに強調しないように自然に盛れるのでおすすめです。アイラインも横に引いていきます。私はどっちかというと目が近い方の球心型の顔なので目頭は下にちょっと追加します。目頭があるだけで結構目がキリッとするので大人っぽい印象になります。二重幅を描き足して今のうちにプランパー塗っていきます。ひどい3段階に分けて根元からまつげを上げていきます。目頭を中心に束感マスカラを塗っていきます。そしたら部分まつげつけていきます。まつげのつけ方は別動画で紹介しているのでぜひそっちをチェックしてみてください。 4,5 本だけまつげを描いていきます。そんで涙袋を描きます。下まつげは目の下を中心に塗っていきます。今回はこんな感じのピンクが入ってるのでチークとリップもピンク系で揃えていきたいと思います。血色系のカラーのチークを目の下と鼻のこの結んだところのちょっと外側あたりの方に、横に外側に向かって入れていきます。長めの人はここのね横のイメージを作ることでこの縦の印象っていうのも緩和できるので、おもながさんとか縦の印象が強い人は横に入れるようにしてみてください。逆に丸顔とかこうなんだろう、横のイメージが強い人っていうのは頬骨にこう沿ってとかちょっと斜めとか縦のラインを意識できるような感じで上下をつけると顔がシュッと見えると思います。で小鼻もちょっと追加します。顎とおでこにも入れていきます。うん、プランパーをち
ちょっと拭き取ります。今回はパーフェクトダイアリーを塗っていきます。まずはハートを描くようにオーバーリップさせます。下唇を全体的に塗って、ここの端っこのとこだけちょっとこうやって付け足したら、顎をしゃくりさせて下唇で上唇を覆います。押すと簡単にこんな感じでオーバーリップができます。でちょっと端っこをぼかして乾かします。今回は全体的に大きい唇でセクシーさを出したかったので、三角形のこの逆三角形にするっていうよりは、下唇を四角っぽい印象にして、こう四角い唇で存在感を出していきました。最後にグロスを塗っていきます。髪の毛やっていきます。みんなもやってみてね。バイバイ。